はい、こんにちは、ともやです。今回は肩トレということでリアを中心にトレーニングしていきました。今回リアのトレーニングで初めてやるんですけど、バックプレスを取り入れてみました。結構ね、柔軟性、筋肉に柔軟性がないとできないトレーニングで、胸の小胸筋ですね、このストレッチがないとなかなかできないみたいなんですが、僕は普段からストレッチもやるようにしているので、小胸筋の突っ張りとかきついなっていうのは全く感じませんでした。この可変式ダンベルはステディさんの商品で、ダンベル同士をですね、連結シャフトでくっつけることができるんですね。それでバーベルにすることができます。バーベルにすることできると、ビッグスリーと呼ばれるデッドリフトとかベンチプレスとかバーベルスクワットとかっていうのはね、いろんなトレーニングできるようになってくるので、本当におすすめですね。初めてやるバックプレスなんですが、やっぱりスミスマシンじゃないので軌道が安定しないんですよ。なので左右にちょっとばらつきがあるので、ジムに行ってる方はバーベルじゃなくてスミスマシンでやることをお勧めします。そしてバックプレスやり始めて、この動画を見て気づいたんですけれど、右側にですね、体が傾いてるの分かりますかね。これ背骨も見てちょっと歪んでるの分かると思うんですけど、これですね、普段の仕事がデスクワークなんですけど、右側にですね、ちょっと偏って座ってるっていうことに最近気づきました。それで右側にですね、傾いてるんですよね、体が。右の脇腹が超硬いんですよ。これはちょっと怪我につながる可能性があるので、今後ね、修正していきたいと思います。いろんなフォームにね、悪影響出ると思うので、頑張って直していきたいと思います。